村上高太郎6月29日から1971年9月8日は日本の大倉官僚政治家参議院議員議会は13位君党は君に党本籍愛媛県落ち郡宮久保村東京で村上恒太郎の長男として生まれる広島公子附属中学校第一高等学校を経て1939年 東京帝国大学法学部政治学科卒業。東京帝大在学中の1938年10月、高等試験行政科試験に合格。卒業後は大倉省に入省。配属先は、専売局長官官房書記権大臣官房文書課。神戸税関総務部長、神戸税関業務部長県税関長官房主事。 主計局法規課長、主計局総務課長、経済企画庁長官官房長などを経て、1965年4月23日、大倉省官房長。在任中に、証券不況が発生、戦後、初めて赤字国債を発行したことの将来への危惧感から、複数年度予算を認めて財政に、弾力性をつける方針を省内でまとめる。しかし、 この方針は内閣法制局から憲法86条の会計年度独立の原則に反すると判断されて頓挫する。そこで事前策として徹底した採出削減を求める財政公直化談判キャンペーンを打ち出し国会議員に解いて回った。1967年1月10日、谷村博事務次官のもとで主計局長を務める。 1968年大倉事務次官就任。1971年6月の第9回参議院議員通常選挙全国区に自由民主党の公認で初当選したが、わずか3ヶ月後の同年9月8日に参議院議員在任のまま観光編のため死去。なお、選挙にあたっては、全能、九州酒造当時組合、キリンビール、 名古屋支店などから支援を受けたが、支援者の中から法定外文書違反、買収で22人の逮捕者を出している。ありがとうございます。